お世話になります。ヒトリーでございます。鎧の孤島のストーリーで大キノコを採取しに行くイベントがありますよね。大キノコを採取するところでクララもしくはセイボリーが邪魔に入ってきて戦闘し、大キノコ3つを入手すると連絡が来るという流れのやつです。それではあらかじめ999個大キノコを持っていたらどうなるのでしょうか。すでにカンストしているので大キノコ3つを手に入れられず、専用セリフが出てくるのでしょうか。というかそもそもすでに大キノコを持っているのでイベント自体がなくなってしまうのでしょうか、という趣旨の DM をいただき、私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じ状況だと思いますので、今回は大キノコ999個の状態だと最終イベントはどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずはもうすでにねヤドンのイベントのところまで進めておきました。今目の前にねヤドンいると思うんですが、まあこれ何回目だろうねっていうぐらいやってるんですがで、別の動画でも挙げた通り999個の大キノコね入手済みですので、ここにね交換して大キノコを輸入していきたいと思います。もうすでにねいらない30匹ね捕まえときましたな。これも面倒いんだけど、これ使って効率よくね交換していきたいと思います。よし、これでようやく最後ですね。ラスト一体手に入れていきましょう。交換して、ようやくだ。ここまででもう終わりほど時間かかってます。これでまたマジか、こんな予想外でした。これ16時間15時間ぐらいかかっちゃってますね、交換だけで。マジでこんなかかんの知らなかったんだけど。道具さ、もうちょっと早くさ移動させる方法ないんかな。ポケモンフォームじゃポケモンだけしか移動できないし、ちょっとマジでしんどかった。これまさかの予想外の角度から殴られたからね、本当に。これはい、それでポケモンのとこから、ここで今持ち物でみんな持ってるので、これを全部ねバック移動したら全部999個になるんじゃないかなと思います。これやっていきましょう。いろいろ間違えちゃったけど、ラストでねこれ大キノコ味わっていきます。バッグに入れたと。これで多分いっぱいになったんじゃないかな。大キノコ999個、ようやく来た。よっしゃ、もうここまで。もうほんとやだ、疲れた。ほんとに何日かけたと思ってんだよ。一日中大キノコ交換だけの日とかあったからね悲しすぎでしょその一日。はい、でこっからが重要な本番ですからね。ようやくまずは大キノコ999個の状態でそもそもイベントが起こるのかねやっていくって感じですね。なのでまずはあのね宿をねこの100レベルエースバーンでぶち倒していきたいと思います。キノコで倒していくというね。はい、ありがとうございました。マスターと師匠に報告に行こう。一つ目の修行は文句なしのクリアだよ。滴りとネハールですね。はい、仲間になった。こっから運命の瞬間ですよ。イベント起こるか確認していきましょう。見た目が変わり繰り出す技も変化する。どうなる。ダイマックスの中でもひときわ特別な巨大マックス。飲めば巨大に大スープ。うわ、これやんのか、やるのか、マジか。やっぱやるんだ。大キノコたっぷり入った大スープ飲みたいね。お、あげるよあげるよ。2つ目の修行はキノコ狩り。おい、999個持ってんだよこっちは。大キノコ3個取ってくるべし。おい、ちょっと待って待って、999個持ってんの。だからそんな感じで修行化して、うわ怒るんだ。よろぴくねえじゃねえよ、もうこっち狩り尽くしてんだよもう2ヶ月かけてふざけんなウォーじゃねえよもう。マジかよ、こっちがウォーだよ本当に。はい、ここでマスタードに話しかけたらどうなんですかね。ちょっと一応聞いてみよっか。はい、2つ目の修行は大キノコを3個取ってくること。おいおい、だから999個持ってんだって何回言わせんだよこれ。マジか、さっきと同じセリフ吐いてましたね。え、じゃあ無理なんだ、取ってこないといけないんだ。鎧島来たばっかじゃんねえ。どういう場所に大キノコがありそうかとか俺にレクチャーすんだよ。999個持ってる最強のやつだぞお前より買ってるわ、だからお前より場所知ってるわ。実際私138時間でもう完璧に大キノコ入る場所をもう分かってますからねもうしかも全部回らないでも遠くからもう分かるようになっちゃってますから、もうそんぐらいね、あの大キノコマスターしてますから、そいつにレクチャーするなんてね、お前本当に思い上がりもいいところだよっていう話なんですけど、まあ行きますよ。はい、じゃあここに着きましたと。大キノコのところなんですが、改めてちょっとバック確認してみましょうか。ちゃんとこの通り大キノコ999個ございますからね。でこれで大キノコちゃんと取れんのかな。ここが本当に一番重要なポイントですよ。まあ、さっきのはなんとなく予測できてましたけど、ここはちょっと本当に分かんないですからね。何か特別なことが起こるんでしょうか。運命の瞬間です。はい、どうなるか、いけ。はい、ここで野生の大キノコだ、取りますか。はい、オッケー。ちょっと待って待って待って、来た。これ怒っちゃうの普通に。ちょっと待って、それはないわ。やめて、せめてなんかワンパターンちょうだい。だってさ、こっち頑張って集めたんだから。普
通だね。火の粉でワンパン、火の粉でワンパン、火の粉でワンパン。今回は君に譲ってあげる。普通になっちゃったね。うちもっと良さげなの探すから。いや私持ってんだよこれ。はい、じゃあここか、一番重要なの。はい、どうなるどうなる、ここで。あ、残念、大キノコはいっぱいでこれ以上持ってない。え、どうなんのこれ。え、アピールになったわなんだよこれ。おいおい、手に入れられてねえんだぞこれ修行の調子はどう。余裕だよ。もう大キノコを3個見つけたの。一番乗りよってもう999個持ってたんだけどね。え、ちょっと待って、え、じゃあこれ矛盾じゃん大キノコを3個取ってこれないのに OK これ。え、なくなっちゃったしね、しかもマジ矛盾じゃんこれ。こっちの勝利でしょ。じゃあ、いやこれある意味発見だよこっち。ストーリー進められるってことを証明しちゃったからね。こっちはストーリー完全に破壊したわ。だから遊戯王の死のデッキ破壊ウイルスみたいなもんだよ。はい、これで戻ってきまして、道場に入りましょう。大キノコで大スープ作ってもらおうよ。もういくらでも作ってやるよっていう話なんですけどね。他の材料が足りねえわっていう大キノコじゃなくて、他の水とかが普通に足りねえわそれ。キノコじゃなくて単純にその大スープに私の大キノコを使って、だから私の使いを999個あるんだよ。いくらでも出してやるよこっちはお安い御用だよこっちの方が。本当に大キノコは好きに使ってくれていいからねだからいらねえんだよいらねえの。大キノコ3個儲けちゃったねじゃねえんだよ。あ、矛盾発生してんじゃんここにも。え、だってこの大キノコをもらってないわけですからね、あそこのやつ。だから儲けてないんすよ。だってバッグに入ってないから。だから矛盾発生してるね。ここでもやっぱストーリー破壊できてるね、これ。セリフ破壊。マジか、すげえな。ということで検証結果、大キノコ999個の状態だと、最終イベントは矛盾が発生し、ストーリーが破壊される。でした。いや、これは予想外の出来事でしたね。だってあの大キノコ3つ取れてないじゃないですか。なのに取れた設定で話が進んで、矛盾したセリフもねいっぱいあったんで、これマジで結構新たな発見ではないでしょうか。でも意外とこういう矛盾って普通に起きちゃうんですね。だってなんとなくこれって、まあ、素人でも想像できなくはないようなことだと思うんですけど、そのあたりちゃんとケアできてなかったんですかね。まあ、ポケモンにはね、まあ、めったにないですけど、こういうね、ストーリー破壊も時々起こってしまうので、皆さんも気をつけてくださいね。まあ、たとえね破壊されたとしても気合だ、生き残れ。